キよ。行っちゃった。あれからどれだけ時間が経ったんだろう。あの日みんなを元の世界に送り出した後、体ごと消えてしまうと思っていた私の意識はどうしてか完全には消えなかった。まるで眠っているみたいに穏やかで、何もない。死ぬってこういうものなのかな。それとも私が端末だったから消えるのに時間がかかるだけ。これまでいろいろあったな。楽しいことも苦しいことも、その全部があっという間だった。最初の頃は赤ちゃんみたいになっちゃってて、本当に何もできなくて、美食殿のみんなに迷惑ばっかりかけてたわね。でもあの時はその何も言わずに受け入れてくれる優しさが家族みたいで心地よかった。だから意識がしっかりして美食殿の仲間になれた時はすごく嬉しかったし、自分がエリスの端末だって知った時は本当にショックで申し訳なくて、いっそこの世界から消えてしまいたかったわ。それでも私が端末だったからみんなと会えたし、最後にみんなを助けられた。それは確かなの。後悔がないって言ったら嘘になるけど、あの時したことが私にできる精一杯だった。そう思う気持ちは今も変わらない。でもね、全てが終わった今だからこそちょっとだけ想像しちゃうの。もし私にもう少し力があったら、もし次があるとしたら、そうしたら私はきっと。なんでどうしてあなたがいるの？それにここはもしかして私の夢？それとも私失敗しちゃったの？ログアウト間に合ったって現実に戻せたと思ってたのに、もしかして再構築に巻き込まれてしまったの？あなただけじゃなくて他のみんなも。え？なら、どうして？そうだったのね。美食殿のみんなは私を探しに裏世界なんて場所まで来てくれて、そして今はレディー・アラクネという敵と戦ってる。クネっていう人、許せないわ。みんなを操って味方同士で戦わせるなんて。それだけじゃない、操った人が苦しむのを見て笑ってるなんて絶対に間違ってる。そんなずるい人に人質にされてるのも、お前は無力だって突きつけられてるみたいで、すごく悔しいわ。ねえ、あなたと一緒にここを出たら私も戦えるのよね？みんなの力になれるのよね？なら私戦うわ。大切な人たちが傷つけられてるのに黙って見てるなんてできない。
他人はあなたのおもちゃじゃないって教えてあげなきゃ。そんなのこっちのセリフよ。ただ私本当にみんなの力になれるのかしら。ごめんなさい。私こんな時に何を言ってるのかしら。今のは気の迷いだから気にしないで。それより早くここを出ましょう。出ないと私のせいでみんなが。してた時期もあったでしょ。それに兄さんのこともあって、あの時したことが私にできる精一杯だった。そう思う気持ちは今も変わらない。でもね、私まだ覚えているの。強制ログアウトを決めた時、みんな私がどうなるか気にしてくれたこと。うん、それだけじゃないわ。覚醒の訓練をする時も誉さんが心配してくれて、私みんなに心配をかけてばかりだったわ。だからこそ、もし次があるならその時はもっと頑張りたいって思ってたの。今度は最高のハッピーエンドにしたいから。ええ、そうね。もうあの時とは違う。今の私はまたみんなのところに帰れるんだもの。私みんなに会いたいわ。ただいまって言って、お帰りって欲しい。それでみんなと肩を並べて戦って、最後は笑顔で美味しいご飯をいっぱい食べるの。ねえ、今のもしかしてあなたも感じた？やっぱりそうよね。それになんとなくわかるの。暖かくて優しくて、まるですぐ隣で支えてくれてるような。今私に流れ込んできてるこの力はあなたとの絆の証だって。この力に触れてると心の底から勇気が湧いてくる。心配しなくていいんだって、私だってきっとやれるって、そう思えてくるの。この力がプリンセスフォームなのね。でもどうして私。あ、ええ、そうね。今はそんなこと考えてる場合じゃないわ。今の私には戦う力が、みんなを守る力があるんだから。さあ行きましょう。みんなと一緒に戦うために。それに兄さんのこともあって
あの時は他に取れる選択肢もなかったし、自分の気持ちはどうとかあまり言ってられなかったから、その頃の癖をまだ引きずってるみたい。あの時したことが私にできる精一杯だった。そう思う気持ちは今も変わらない。でもね、私まだ覚えているの。強制ログアウトを決めた時、みんな私がどうなるか気にしてくれたこと。それだけじゃないわ。覚醒の訓練をする時も誉さんが心配してくれて、私みんなに心配をかけてばかりだったわ。だからこそ、もし次があるならその時はもっと頑張りたいって思ってたの。今度は最高のハッピーエンドにしたいから。そうね、もうあの時とは違う。今の私はまたみんなのところに帰れるんだもの。私みんなに会いたいわ。ただいまって言って、おかえりって笑ってほしい。それでみんなと肩を並べて戦って、最後は笑顔で美味しいご飯をいっぱい食べるの。感じた？やっぱりそうよね。それになんとなくわかるの。温かくて優しくて、まるですぐ隣で支えてくれてるような。今私に流れ込んできてるこの力はあなたとの絆の証だって。この力に触れてると心の底から勇気が湧いてくる。心配しなくていいんだって、私だってきっとやれるって、そう思えてくるの。この力がプリンセスフォームなのね。でもどうして、私ね、そうね、今はそんなこと考えてる場合じゃないわ。今の私には戦う力が、みんなを守る力があるんだから。さあ行きましょう、みんなと一緒に戦うために。これで10尾目。イレギュラー分はそろそろ終わりかしら。この調子ならもうすぐ終わりそうね。懐かしいわ、冷凍ツナトゥンヌス作り。いやー、二人とも本当助かったよ。最近トゥンヌスが豊漁すぎて運ぶのに困ってたんだ。一人でやるにもさすがに骨が折れてさ。これでも元バイトだもの、役に立ててよかったわ。元と言わず、また戻ってきてよ。ギルドのみんなもシェフィーちゃんが恋しいって言ってるんだ。いつも一生懸命だし頼りになるし。それにしてもシェフィーちゃんが元気そうでよかったよ。実家の方が大変だって兄ちゃんたちから聞いてたから、これでも結構心配してたんだ。この人たちがそんなことを。ああ、
だけど落ち着いたらきっと帰ってくるからってね。私は消えてたかもしれないのに、どうして？もしかして私が困らないように言ってくれたの？戻ってこれた時またお手伝いができるように。まあみんな本当に過保護なんだから。うん、そうね。まだ完全に落ち着いたわけじゃないけど、でもひとまず帰ってこれたから大丈夫よ。なんか困ったことがあったら言ってくれよ。できることがあればいくらでも手伝うからさ。ありがとう。それじゃあ次は向こうの荷物を届けてくるわね。不思議な感じだわ。まるで何年も帰ってなかったみたいに懐かしくてたまらないの。この掲示板も最初はここでお仕事を探したのよね。あの時は大変だったわ。そうそう、注文に焦って転んだり猫を怒らせちゃったり馬車の邪魔まで失敗ばかりで本当に自信をなくすところだったわ。でも楽しかった。実はね、ランドソルに来るまでちょっと不安だったの。世界が再構築されて全然知らない場所になってたらどうしようって。でもちょっとほっとしたわ。世界は一応表面だけでも昔通りに作り直されたのね。よかった。っておしゃべりしてたら行き過ぎるところだったわ。次の荷物の配達先はここよね。こんにちは、お届け物です。あら、シェフィーちゃん、久しぶりね。元気だった？お久しぶりです。私のこと覚えててくれたの？年寄りの記憶力をなめちゃダメよ。時々荷物を届けに来てくれてたでしょ。最近見なかったから心配してたの。さあさあ、よかったら上がって一休みしていって。あなたが来てくれて嬉しいわ。そうだ、ちょうど美味しいお菓子があるのよ。驚いたわ。配達は手が足りない時しか手伝ってなかったのに、みんな私を覚えてくれてたなんて。私はただお金を稼がなきゃって必死になってただけよ。でもそうね、頑張った甲斐はあったってことかしら。それにもし私があのまま眠っていたら、あの人たちとももう会えなかったかもしれない。そう思うととっても嬉しいわ。最後の配達場所はこのレストランね。ここトゥンヌスのカツバーガーが美味しいのよ。店長考案の自慢の味って言ってたわ。私だって美食伝だものって言いたいところだけど、前に配達した時お昼にどうぞってもらったの。すっごく気さくな店長さんで、店員さんもいい人なのよ。元気にしてるかしら。ごめんください。うん、トゥンヌスの数はバッチリだ。ありがとね、シェフィーちゃん。じゃあこっちにサインをお願い。ねえ、ところで今日店長の源蔵さんってお休みなの？姿が見えないようだけど。源蔵さんか。まさかシェフィーちゃんからもその名前が出るとはな。え？前にも別のお客さんから源蔵さんは元気かって聞かれてさ、
でも現像なんて人うちにいた記録がないし、僕も雇われた記憶がないから不思議に思ってたんだよ。でも私確かに現像さんに配達していたのよ。その時にここのバーガーが自慢の料理だって、俺が考えたメニューなんだって話を聞いて食べさせてもらって。そうか、一体どういうことなんだろうな。僕もこの店で働いて長いけど現像さんの記憶は本当にないんだ。でもシェフィーちゃんが嘘をつくとは思えないし、実はさ、あのバーガーは考案者不明なんだよ。ある日いつの間にか店にレシピとメニューが存在してた、まか不思議な料理なんだ。そう考えるとそもそも成り立ちが不思議だし、変なことの一つや二つ追加で起きてもおかしくはないかもな。それにうちのバーガーが最高だってことには変わりないし。ってことで二人ともよかったら食べてってくれよ。トゥンヌスの配達で疲れただろ、お代はいらないからさ。ええ、おかしいわ。私店長から確かに聞いたのよ、ここのバーガーは自分が考えたって。そうかもしれないわね。エリスたちとの戦いでたくさんの被害が出てしまったわけだし、それにもしロストしてたなら。ああ、よかったよかった、今日は売り切れる前に買えたぜ。早く食べようぜ兄貴、俺もう腹空いてたまんねえっす。うん、めえ、やっぱ仕事終わりはこのバーガーでなくちゃな。でも不思議っすよねこのバーガー、店長特製バーガーなんて名前はついてるけど、ここってあの店員がずっと一人でやってるじゃないっすか。そういや前他の客が現像さんが店長とか言ってたぜ。俺はそんなやつ記憶にないけどな。兄貴の記憶にないならその現像さんって人は一体。まあ細かいことはいいんだよ、誰が作ってようとここのバーガーがうまいのは同じだだろ。まそうっすね、うまい飯を食うのにいらんこと考えるのはやぼっす。思えば分かってたことだわ、強制ログアウトはあくまで最悪の事態を避けただけ、ロストした人までは戻ってこない。それにさっきの二人組だって、うん、今日会った人全員 NPC じゃなかったとしたらこの世界からログアウトできなかった人ってことよね。私も一度は消滅してしまった身だけど、みんなに助けてもらって覚えててもらって、私ばっかりこんな、全部が全部元通りになったわけじゃない。なのに私なんで浮かれてたんだろう。この世界には何も分からず失ってる人がまだたくさんいるのに。ごめんなさい、少し考え事してただけよ。どうかしたの？って待って、一体どこに。もう急に引っ張るからどこに行くのかと思えば、あそこにいるのは女の人？辺りを見回してるけど何か探してるのかしら。あら、あなたいつもお手伝いしてくれてる子よね。あの時は一緒に探してくれてありがとう。それがまだなのよ、まったくもう
世話が焼けるんだから。おかげでギルドの仕事が山積みよ。仕事終わりの一杯も味気ないし。ま、彼ってば昔もしばらく帰ってこなかったりしたから、そういう意味じゃあまり心配はしてないんだけどね。そうね、気にしてくれて本当にありがとね。ねえ、さっきの女の人が探してた彼ってもしかして、やっぱりそうなのね。よかった、さっき女の人も足取りは分かったって言ってたものね。ロストした人は記録からも消えてしまうから、元の世界で無事だといいのだけど。そうね、言われてみればそうなるのよね。だって私がログアウトさせたってことだもの。自分で言うのはなんだか変な気もするけれど、彼もきっとあの日ソルの塔に向かっていったたくさんの光の一つだった、うん、ねえ、少しだけ話を聞いてくれる？私、荷物を運んでる時、ランドソルに来るまでちょっと不安だったって言ったわよね。世界が再構築されて全然知らない場所になってたらどうしようって。その気持ちに嘘はないけど、今日街を歩いてみて気づいたの。私、本当のところは何も分かってなかったわ。世界は表面的には作り直されたけれど、まだいびつなところもたくさんあって、囚われてる人もたくさんいる。でもあなたが見せてくれたように、私たちの手が届いて助けられた人もたくさんいるのよね。美食殿のみんなや顔見知りの人以外にも。よかったわ、本当に。私のしたことが無駄じゃなくて、ちゃんとたくさんの誰かを救えてて、私決めたわ。私今度はロストした人たちを助けたい。世界は一応形を取り戻したけど、次こそはいびつな形じゃない最高のハッピーエンドにしたいの。欲張りって言われても構わないわ。私にできることがあるならそれをしたい。ご飯を食べるのに大事な仲間が欠けてるのは悲しいもの。それに私も助けたい人がいるから。え、あんたたちいつまで玄関前にいるのよ。早く入りなさい。今日はペコリーヌ様も一緒でございます。メンバー水入らずでございますね。美味しいご飯もできてますよ。みんなで食べましょう。はーい。またみんなに心配かけちゃったわね。それじゃあ一緒に帰りましょう、私たちのお家に。ただいま。行くわよ。はっ。きっと運送ギルドで手伝いをしたおかげね。ほら、あの時トゥンヌスをたくさん冷凍したでしょ。魔法をたくさん使ったのが感覚を取り戻すいい訓練になったんだわ。けど正直なところまだ自信がないの。プリンセスフォームの方は使いこなせているとは言えないし、
みんなみたいに戦えなくなって一人で歯がゆい思いをするのは嫌だもの。それでねえ、さっきから気になってたんだけど、木の陰からこっちを見てるのってプレシアちゃんよね。じー、特訓をしてる間もずっとこっちを見てたわよね。どうしたのかしら。見て覚える、私も特訓。特訓、もしかしてだから一人でここに。うん、戦いいっぱいした。でもこのままじゃダメ、パパにも会えない。だから強くなる、ならなきゃ。プレシアちゃん、ねえプレシアちゃん、もしよかったら私たちと一緒に特訓しない？一緒？そう、一緒よ。見て学ぶのも一人で鍛錬ももちろんいいけど、一緒にやったらもっといろんな特訓ができるわ。それに人事だと思えなくて。プレシアちゃんはお父さんを探してるんでしょ？私にも会いたい家族がいるの。私をいつも守ってくれた。強くて優しくてほんの少しだけ不器用な人。彼にもう一度会った時に、私も頑張ったのよって胸を張って言えるようになりたくて。それもあって最近特訓をしてるの。あなたの気持ちも少しはわかるつもりよ。だからね、私たちと一緒に頑張ってみない？はあ、やる。特訓一緒に。体だけじゃなく精神を鍛えるのが大事って前に習ったことがあって。ストレートすぎるかしら。でもやっぱりメンタルは大事だと思うの。何事も勝負どころってあるでしょ。大丈夫、お兄見てて。精神は他の方法で鍛えましょうか。強くなるためなら実践が一番よね。手加減なしでお願い。よし来た、行くぞ。ジョーちゃんたち、一撃が重い。でもこの程度でよろけちゃダメ。はあ、これで30人目。結構戦ったわね。お腹空いた。そうね、そろそろ休憩しましょう。ココロさんが作ってくれたお弁当もあるし、みんなで一緒に。なんだよ、もう終わりか。こっからがいいところだろ。もっとバチバチ行こうぜな。あそうさ、さ、かかっておいで。来なけりゃこっちから行くよ。すっかり筋肉痛になっちゃった。熱くなりすぎはダメね。でもおかげでちょっとは打たれ強くなれたのかしら。
ジオゲヘナの人たちもいい線いってるって褒めてくれたもの。そうするわ。ランドソルから本を持ってきておいてよかった。戦いにも知識は必要だし、体を休ませる間に読めるもの。この本はとある剣客が書いた指南書で、こっちはルーセント学院推薦の魔法書。それからちょっと借りすぎた気もするけど、片っ端から読みましょう。プレシアちゃん、そっちの本はどう？参考になりそうなものを持ってきたつもりだけれど。プレシアちゃん、もしかしてわからないところがある？うん、ここ、あとこっち、全部読むとあっちこっちふわふわ。そういえばプレシアちゃんは魔法も独学だってキャルが言ってたわね。もしかして結構感覚派なのかしら。大丈夫、まだ頑張る。もう一人で無理しないで、プレシアちゃん。私も魔法についてちゃんと勉強したかったし、一緒に図を描きながら読んでみましょうか。プレシアちゃん、すっかり集中してる。キャルが飲み込みが早いって言ってたの。わかるわね。私も負けてられないわ。私が？プレシアちゃんも？私はただプレシアちゃんの気持ちもわかるだけよ。でもそうね、お姉ちゃんって言われてちょっと嬉しいのは確かだわ。なんだか頼りにされてるみたいで、ちょっとだけ誇らしくて、もっと頑張ろうって思うの。もしかして兄さんもこんな気持ちだったのかしら。実感したことがあるって感じね。そういえばあなたも私たちの立派なお兄さんだものね。でも戻ってきて驚いたのよ。だってあなたに妹が増えてたんだもの。それも3人も。別にずるいとかそういうのじゃないわ。ただ私がいない間に本当にいろんなことがあったんだなって。それにあなたが慕われるのはわかるの。だってあなたはどんな時でも私たちを助けてくれるもの。今だって特訓に付き合ってくれてるし、私もあなたみたいな頼れる人になりたいわ。いつもありがとね、お兄さん。頼りにされたいのは本当の気持ち。いつまた特訓できるかわからないもの。今のうちにもっともっと強くなっておかないと。あんまり長く彼に付き合ってもらうのも申し訳ないし、私たちだけで何かいいアイデアが思いつけばいいけど。強さの秘訣聞いたよ。それってもしかしてジオゲヘナの人たちが強い理由ってこと？教えてもらってきたの？練習スポット行こ。内緒。ここが練習スポットなのね。魔物の気配がたくさんするわ。みんなここで戦って訓練するのね。
ここなら確かに強くなれそうだわ。うん、頑張る。ええ、彼に言ったら危ないって止められそうな場所だけど、だからこそここで強くなって帰って驚かせましょう。プレシアちゃん危ない。大丈夫よ。気を引き締めていきましょう。ここの魔物たちかなり手ごわいわ。倒しても倒しても魔物が出てくる。こんなに数が多いなんて。シアちゃん、大丈夫？うん、大丈夫。顔色が悪いわ。お腹が空いてるのかも。私たち二人だけなんて無計画すぎたかしら。何度だって相手してあげる。たとえ私がどうなったとしても絶対に引かないわ。大切な仲間に指一本触れさせない。あなた、どうしてここに？ SOS。 プレシアちゃん、さっきの魔法は合図だったのね。お願い、力を貸して。悔しいけど今の私はまだ一人じゃ誰かを守れない。自分の実力すら分かってない。守るべき仲間を危険な目に遭わせた上に助けにまで来てもらって、本当に自分が情けないわ。そんな私だけど、それでもみんなを守りたいの。みんなはいつだって私を守ろうとしてくれたから。あなたや仲間、みんなのためならどんな相手にも立ち向かうわ。だからアラタナカギ、万象の塔の頂より天の底へと深く静かに開け放たれた心の奥底めがけ唱えよ。チェンジプリンセスフォーム。
それ以外でもあなたはいつだって私に勇気をくれる。そうよね、一人で戦うだけが全てじゃない。私たちはいつだってあなたと力を合わせてきたもの。これで終わりよ。声が聞こえた気がする。元とはいえエリスと一体化していた彼女の端末だったんだもの。別におかしくはないのかも。そもそもプリンセスフォームだって。あ、変身が怪我。そうだ、プレシアちゃん大丈夫？お腹エンプティ。でもその他無事。よかった。結局特訓はうまくいかなかったわね。プレシアちゃんがいなかったらどうなってたか。でもおかげで気がつけたわ。私ってば焦ってたのね。それで知らないうちに自分の力で何とかしようとしてた。二人がいて本当に良かったわ。本当に一人じゃなくて。シェフィー、になれないわね。ああ、美月さんの助手の方ですね。今日もシフナちゃんの様子を見にいらしたんですか？きっとシフナちゃんも喜ぶと思いますよ。ですが、そのあまり無理はなさらないでくださいね。先日もお話ししましたが、シフナちゃんの魂は理論上もう体に戻っているはずなんです。
良くも悪くも、あとは本人次第だからこそ、皆さんまで体調を崩してしまっては元も子もありませんから。そうですか、シフナちゃんのことを本当に大事に思っていらっしゃるんですね。実は他の方もあなたと同じようなことをおっしゃっていたんですよ。そういうことでしたら、これ以上は私からは何も。どうかちゃんと休んでくださいね。それが彼女のためにもなりますから。主様、こちらにいらしたのですね。それが、やはりまだ目覚める様子はございません。バイタルは正常とのことですが、何かお医者様でもわからない問題があるのでしょうか。主様、そうですね、私としたことがついいらぬ心配をしてしまいました。三月様をはじめスタッフの皆様も懸命に原因を調べてくださっております。シフィー様だってこのままでいるようなお方ではありません。レディー・アラクネと戦ったあの時のように、きっと目を覚まされるはずですよね、シフィー様。いえ、アガト・シフナ様、私以前ネットで演技を拝見したことがございます。表情を滑るシフナ様は大変凛々しくお美しゅうございました。人はあのように宙を舞えるものなのかとつい見入ってしまうほどに。やはりそうでしたか、さぞや鍛錬を積まれたのでしょう。シェフィー様は向こうでも大変頑張り屋でいらっしゃいました。たとえうまくいかなくても諦めず、何度も何度もまっすぐな眼差しで一心に練習する姿が目に浮かびます。どうしましょう、主様。私シフィー様のことを話していたら恋しくなってしまいました。シフィー様との記憶がどんどん思い出されてしまうのです。美食殿でのあの賑やかで楽しい日々が、シフィー様、いえシフナ様、私あなた様と早くお話ししとうございます。こちらでのお互いのこと、それからご家族との、ゼーン様との思い出など、お話ししたいこと、お伺いしたいことがたくさんございます。もちろんこちらでもたくさんお世話させてくださいまし、たとえ世界が変わったとしても、私はあなたのママでございますから。あ、装置の様子が、まさか主様の手が触れたから。なんとか、ちょっとだるくて体はまだ起こせそうにないけれど、私本当に
こっちの世界に戻ってこれたのね。それにこっころさんのあのほっとした顔、きっとまたたくさん心配させてしまったわ。ええ、そうね、待たせてしまってごめんなさい。たくさん時間がかかってしまったけれど、でも私やっとみんなに会えるのね。ただいま、あなた。はーい、お疲れ様。へえ。そう。別にこれがあんたの理想なんだって思っただけね。今回の夢おかしいって思ったでしょ。あれは過去でも現実でもない。だって本当のあんたたちはこっちに戻ってから一度もあっちに帰ってないんだもん。今見たのは起こるかもしれない未来の話。あんたにはこれまでいろいろ楽しませてもらったし、ちょっとはサービスしてあげようと思って。で、ついでにいつもよりアドリブ多めで自由にさせてあげたってわけ。やん、ティアちゃんってば優しい。にしてもやけに具体的だったわね。その上感動の山盛り、ベッタベタのベタって感じ。本当にあんな風になるのかしらね。私ちょっと想像つかないわ。ふーん、そう。ま、一応前進してるっちゃしてるかもね。うざい雲も倒したし、いろんな世界のお偉いさんも落としてるし、それにシェフィーちゃん助けたってことは戻ったわけだしね。グリフォ、あの力ってほとんど偶然みたいなものだけど、ミネルヴァの端末のあの子とあんたが接触したから発言したんだもんね。そんじゃそれ使ってせいぜい頑張んなさいよね。こっから先もあの子が好きなハッピーエンドってやつを叶えてあげるためにね、お兄さん。ねえねえってば、あなた大丈夫？ここはって覚えてない？プレシアちゃんと帰ってきた後ご飯を食べてたらあなた急に眠っちゃったのよ。もう本当にびっくりしたんだから。私の変身のせいであなたに負担がかかってたらどうしようって。よかったわ、目を覚ましてくれて。私は大丈夫だと思うわ。でもちょっと聞きたいのだけど、プリンセスフォームに変身した後って毎回あんなにお腹が空くものなの？そんな、それっていつ慣れるの？きっと1、2回でどうにかなる話じゃないわよね。どうしよう、変身するたびに空腹で赤ちゃんになってたら恥ずかしいどころじゃないわ。決めたわ、私戦いだけじゃなくて精神の特訓もする。でもみんなに迷惑をかけられないわ。戦った後で疲れてるのに赤
カちゃんの面倒まで見たくはないでしょ。それは確かにそうね。一人で努力するのも大事だけど、みんなで手を取り合えばもっと大きな力が出せるのよね。私も今日実感したわ。それは確かにそうね。一人で努力するのも大事だけど、みんなで手を取り合えばもっと大きな力が出せるのよね。私も今日実感したわ。ねえ、そうね。そして一緒に行きましょう、ジオン・ニブルヘルへ。